こんにちは。アナウンサートークリレー、やっと順番が回ってきました。入社2年目の出世なぎさです。よろしくお願いします。いやー、もういつ回ってくるんだろうと毎回ヒヤヒヤしながら私もカプリを見ていたんですが、やっと順番が回ってきて少しホッとしています。早速質問に答えたいと思うんですが、前回の質問が、加納アナウンサーから、アナウンサーになっていなかったら何をしていましたか。いやー、何ですかね。ずっとアナウンサーになりたくって目指していたので、あんまり他の職業を考えたことがなかったんですが、もしなっていなかったら、学生時代 USJ でアルバイトをしていたので、そのまま USJ のクルーになるのも良かったのかなと思います。それか、私大阪の難波で日本料理屋さんのお店で調理補助のアルバイトもしていたんです。で、そこで調理師免許も取得したんですが、すごく料理を作ることに楽しさを覚えていたので、そこでずっと働き続けるのも楽しかったかななんて思います。あとはあれですね、身長がもし高かったら CA さんも憧れます。あとはワンちゃんが好きなのでペットショップの店員さんとか、いろいろ夢は膨らみますが、今はアナウンサーになれたので、もう少しこの職業で頑張ってみようかなと思っています。さあ、ということで私も次の方の質問を選びたいと思います。ここにね、箱があるんですが、もうあと4人しかいないですよ。どうしよう、誰になるのか。質問考えるのも難しいな。はい、1枚取りました。いきます。緊張する。お、出た、立川健太アナウンサーです。私、立川さんとは金曜深夜0時15分からの金スペという番組でいつも一緒に MC をしているんですが、そうですね、結構お仕事を立川さんとすることが多くてですね、改めて質問するとなると逆に難しいか、何を聞こうかな。でも普段は本当に優しい先輩です。ちょっとお茶目で、でもビシッと決めるときは決めてくれる頼りがいのある先輩なんですよね。そんな立川さんに、そうですね、質問するなら、はい、決めました。いきます。立川さん、ずっと MC を私と一緒にしていますが、実際私のことをどう思っていますか。ぜひお答えください。ちょっとどんな印象を持っているのか改めてちょっと聞きたいのでお願いします。以上、アナウンサートークリレーでした。